メーカーひよこまんじゅうで有名な株式会社ひよこさんです。夢枕にひよこの今のまんじゅうの形が出てきた。おまんじゅうっていうと丸か四角、それしかなかったんですね。朝焼いて夕方見ると割れてるんです。冬でもクーラーかけてやるような感じ、まずいです。だから商品になりませんから、右の線で美味しさを感じてもらおうということでやってたんで、すごい売り上げがあったんですね。今日でしか売るつもりありません。初めてあのひよこのまんじゅうの中に小豆と塩を入れたんですね。東京は東京、福岡は福岡と。飛ばないひよこを全国に飛ばすような東京のお菓子だと思われている方が結構いらっしゃいます。東京のローカルで視聴者参加番組をやってたんですよ。売り上げの 20% ぐらい広告使ってましたからね。